マヤたちが来ましたね。お姉様、我が東天王国の使命を忘れですか？使命ですって？何それ 何それ？やっぱり忘れていらっしゃる。ドールマスター、教えてあげなさい。改めてご説明いたしましょう。我が東天王国は700年の昔より、遺産の眠りを守ってまいりました。遺産が愚か者の手に渡れば、世界は災いに包まれます。そのような事態を防ぐために遺産の眠りを守る、それこそ我が王国の使命です。遺産の眠りを守り、封印を施す、その使命を果たすために私は参ったんです。遺産を封印？そのまさかですわ。バレンの遺跡を目覚めさせるなど、この私が許しません。遺産を手に入れる前に、まずあんたをボコボコにしてやるから、覚悟しなさい、マヤ。戦うのかな？あらあら、お姉様、私の力に勝てるとお思いですか？出たー。プリマドールでしたね。話は聞いていましたね。残念でしょうが、遺産の封印を解除させるわけにはいかないんです。分かってくださいますね。この人形を野放しにはできませんな。遺産を狙う愚か者どもに悪用される危険があります。破壊いたしますか？それには及びません。我が国で手厚く保護。走るんだ。ルー。話は後で。走れるかい？
おのれ、マヨのやつ。大事な姉を牢屋に閉じ込めるなんて、あいつには人の心ってものがないわ。おまけに私の魔法を全部取り上げちゃうし、マジか。どうするよ。どっかから脱出するって感じですかね。飛び蹴りとはいかない。これかな。そうでもなそう。あ、来た。ご機嫌いかがですか、ミントお姉様。いいわけないでしょ。なんで私が牢屋に入らなきゃいけないわけ。さっさとこっから出しなさいよね。そうはいきません。お姉様のような危険人物を野放しにはできません。首に鎖をつけておかないと世界の木ですわ。お姉様は栄養の遺産を使って世界を征服するつもりだったんでしょう。お姉様のような人が遺産を手に入れたらどんなことになるか。天は怒り、大地は荒れ、人々は悲しみ。想像しただけでゾッとしますわ。魔法もないのにどうやって。そうだよね、取り上げられたみたいなことを言ってましたよね。で、マヤにはブックオブコスモスがある。かぼちゃのフルコースですよね。今の音なんだろう。わっ、ハリネズミか、びっくりした。でもなんでこんなところに。決まってるさ。言ったじゃないか、必ず助けるって。もしやルー、助けに来たよ。ミント、いきなり変身しちゃったりなんかして見ちゃったりしてわけわかんないわ。ミント、落ち着いてよ。あんた一体何者なの。デュークさんを超えてるよね、この時点で。ごめん、今は説明する時間がないんだ。だから見せるだけにしておくよ。見せるって何を。あんた、その頭。これが僕の正体だ。おでこの石はアクセサリー？でも完全にくっついてる。この石は僕の体の一部なんだ。僕がモンスターに変身できるのもこの石があるからなんだ。だけど、ってことは。うん、僕は。僕は人間じゃない。人間じゃなかったら何なの？わからない。僕にもわからないんだ。いけない。僕の侵入がバレたみたいだ。ミント、急いで脱出しよう。詳しいことは後で話すよ。
うん。イゴミント、僕についてきて。あいつにあんな秘密があったなんて。それにしてもびっくりしたな。おとなしそうな顔してるくせにすんごい髪型だったわね。この音、手抜きコースね。大丈夫だよ。よく見ていて。なるほどね。一応あるんだ、床が。こういうことだよ。この通路には見えない足場が隠されてるんだ。こっから向こう側までに見えない足場がいくつもある。足場を辿っていけば向こう側に渡れるよ。心配いらない。僕はこの通路から塔に侵入したんだ。その時に足場の位置は全部確かめたよ。僕の後をついてくれば向こう側まで渡れる。ニコミンド、ついていく、説明を聞く、自力で渡る。説明を聞くってどういうこと？ああ、今のやつね。よし、じゃあついていく。ただアイテムもあそこにあるんで、余裕があれば取りたいですよね。ああ、もうなんか手取り足取り。待って。はい、あれ、はい、オッケー。その位置。むずいよ。はい。うわあ。楽々クリア、楽々ですね。これは？これは私の魔法じゃない。そうやって取り返していくって感じか。全部あるのかな、押せるか。うわ、いるー、めっちゃ来てるー。当たり前のように見えない床を渡ってきている。どうしたのよ。何あれ。え、うわ、あれじゃないっつーの。重たい一撃や。それに乗って逃げて。これって一人乗りじゃないの。僕はあれを使う。ミントも急いで。なるほど。待って、何がいいんだろう。黄色ちょっと使ってみる。あ、結構良さそう。良さげですね。で、ジャンプだけで避けられそうなので、
これ乗り継いでいく必要あるのかな。あーそこに来たのか。オッケーオッケー、はいはいはい、オッケー。どうしたんだい、酔った、ちょっと休んでいい、カボチャが来るよ。あー来てる。あんたはトラップマスターさん。どうでもいいけどね。ミント、僕に捕まって。今さらブツブツ相談しても無駄だぜ。やっちまえ。おお。ベルさん。こっちにはヘクサゴンって秘密駅があるんだよ。どうだエル、ぴったりのタイミングだったろ。ありがとう、助かったよ。ミントの様子はどうだい。それが落ちた時のショックで気絶してるみたいなんだ。そっちの方が静かでいいさ。さーて町までずらかるよ。ご報告いたします。どうしたモードマスター、何かトラブルでも。それがミント殿下が脱走なさいました。私とした言葉、お姉様のような言葉遣いを。申し訳ございません、私どものミスです。あいつらの悪運が強かっただけだっつーの。俺が本気を出したらあいつらなんか5秒でギタギタにできたんだ。なんということでしょう。ご安心ください殿下、ミント殿下はカローナの町に潜伏しているでしょう。すぐさま町を襲ってひっ捕らえればよろしいかと。それはやばくない。利点はもう一つあります。カローナの町にはプリマドールもかくまわれているはず。プリマドールが手に入れば、我らは湖水の遺跡の封印を解除できます。エイオンバレンの遺産が我らのものになるんです。何を言うんです?我が国の責務は遺産の眠りを守ることなんですよ。このまま放置すれば、いずれ何者かの手で遺産の封印が解き放たれますぞ。そう、あのミント殿下が遺産を手に入れてしまうかもしれません。確かに痛がしますね。強力すぎる遺産は我ら魔導の使い手が厳重に管理すべきです。殿下ご決断を。プリマドールを捕らえ遺産を我らの手に。いえ、やはり許可できませんわ。それはそれで危ない方向に行ってしまいそうで怖いよね。バレンの遺産に触れてはなりません。それに乱れに武力を振りかざして罪もない人々を脅かすなど許せるはずもありませんわ。よろしいですか。訓命です。さようでございますか。ならば致し方ありませんな。
なんとか逃げてこれたわね。向こうは向こうで気になるな。町に寝込めばあいつらも追いかけてこないと思うよ。あのマヤって王女様はミントと違ってまともな性格みたいだし。どういう意味よ。それにしてもまさかミントがお姫様だったなんて。国を飛び出してまで遺産を探す理由を聞いてみたいな。私もあんたに聞きたいことだらけよ。おかしな変身能力を持ってるし、いつの間にかベルたちと仲良くなってるし、きっちり説明してほしいわ。分かってる、みんな話すよ。ベルとデュークが酒場で待ってるから後で来てくれないか。じゃあ酒場に行くって感じですかね。遅かったな王女様。あんたたちまで知ってるの。ルーから聞いたのさ。たまげたもんだよ、ガサツなあんたがまさかお姫様だったなんて。世の中は間違ってるよ。詳しい事情も知らないのに勝手なこと言わないでよ。いいわ、聞かせてあげる。私がどうして国を出て遺産を探す旅に出たかをね。というわけで、私はマヤのやつに女王の資格を横取りされちゃったのよね。だから国を飛び出して遺産を探す旅に出たわけ。なんてかわいそうな私。全面的にあんたが悪い気がするのは気のせいなのかね。気のせいよ、気のせい気のせい。ルーが遺産を探す理由に比べたら天と地の差だぜ。そういえばあんたがどうして遺産を探すのか聞いていなかったわね。おまけにモンスターに変身しちゃうし、今日こそちゃんと説明してもらうよ。あんたって一体何者なの。わからないんだ。僕は自分がどっから来たのか何も知らないんだ。5年前、僕はたった一人で目を覚ました。自分がどっから来たのか、自分はどこへ行くのか、自分は何者なのか、答えの出ない悩みにとらわれておかしくなりそうだった。クレアに出会うまで、クレアって言ってましたもんね。彼女と一緒にいれば僕は悩まずにいられた。自分がどっから来てどこへ行くのかなんて考える必要もなかった。彼女と過ごす今だけを大事にすればよかったんだ。でも彼女は。ルー、あんた。彼女はもういない。僕の手の届かない遠い遠いところへ連れ去られてしまった。だから僕は自分に誓ったんだ。万能の魔力を持つ遺産を手に入れてクレアを救うんだって。そっか。最愛の人のために命を懸けて戦う。何度聞いてもほろりとくる話だぜ。何度聞いてもってあんたたち知っていたの。そうさ、ルーの話を聞いて感動したから俺たちはティアラを返したんだ。こんな話を聞いちまったからにはルーが遺産を探すのを手伝うのが義理人情ってやつだろう。そんな綺麗事だけじゃないね。私らも遺産の分け前をいただくつもりで協力しただけさ。姉さん、正直になりましょうぜ。姉さんだって本当はルーを応援したくて手伝うんでしょ。ベルって素直じゃないわよね。そういうわけなんだ、ミント。だから私たちが塔から逃げるときもヘクサゴンで助けてくれたのか。しかし、これからどうする。あのマヤとかいう王女様のせいで湖水の遺跡には近づきやしない。ぼやぼやしていくうちに遺産を横取りされちまうかも。焦らなくていいと思うよ。マヤのやつは遺産の封印を解く気がないみたいだし。それに封印を解除できるのはプリマだけでしょ。プリマドールならクラウスさんの家にかくまわれてるよ。だったら悩んでも意味ないよ。しばらくはマヤたちの出方を見るしかないわね。そうだね。なんかすぐにでも来そうな感じもするんですが、どうなんでしょう。なーに暗くなってんのよ。別に遺産が手に入らないって決まったわけじゃないでしょ。一晩ぐっすり寝たらきっと気分も変わるって。ミントの言う通りだね。デューク、宿屋に戻るよ。僕もそうするよ。じゃあ次の日にするっていう感じですかね。ぽいよねやっぱり。
さあ、ということで、お部屋行きましょうか。多分、次の日にすることによって進展があるかなと思いますので、寝てしまいます。むにゃむにゃ。もう食べられない。食べ物系の夢ですかね。よし、行きますか。そっちのは壊れてるんだ。マジですか。そんなことが。何この気配。